ドゥリア夫人、どうか落ち着いて。いや、いやよ。アルフィノちゃんと永遠にお別れなんて、そんなの、そんなの。ああ、お前か。これは、まあ、見ての通りなのだが、アルフィノから事情を聞かされてな。それからずっとこの調子なのだ。私ももう何と慰めればいいやら。本当に身に余る光栄だよ。となれば私もきちんと思いを尽くさなければならないね。ドゥリア夫人、どうか聞いてください。実は私はかつて救済の理想を追い求めて大掛かりな組織を作り、手痛い失敗をしたことがあるのです。いえ、失敗などという言葉では生ぬるい。それで命を落とした仲間さえいましたから。間違いなく私の罪でありましょう。一方的に理想を成し遂げようとするバウスリーのことも、その頃の自分とどこか重ねて見ていたのかもしれません。だからこそ私はこの町の皆が再起したことが嬉しかった。それは自分の罪が注がれるからではない。人は何度でも新たな理想を見つけ歩き出せるということに勇気をもらったのです。この胸に灯してもらった火を大切にして、私もまた歩んでいきたいと思います。ああ、私たちもきっとユールモアを素晴らしい都市にしてみせよう。お前はまたこっちに来られるんだろう。そしたらいいニュースがあった時には手紙にでもしたためて託すさ。まあ場合によっては良くないニュースかもしれないが、そんな時は相談に乗ってやってくれ。もちろん喜んで。お役に立てる日を楽しみに待ちましょう。頑張るあなたをずっとずっと応援しているわ。だけど無理はしないでね。あなたが平穏と喜びで満たされますように。そう祈り続ける人がいるってことをどうか忘れないで。愛しているわ、私たちの勇敢で優しい画家さん。はい、お二人もいつまでもお元気で。